はい、どうもこんばんは、グミちゃんです。前回の続きからですね、バイオハザードリマンスターバー1ですね、やっていきたいと思います。お願いします。バイオハザード、楽譜とこの縦のとこからですね。まずボンボンちゃんを預けて、ページじゃね、だからあれやね、楽譜の部屋に行かんといけん。もうしばらくずっとゼルダを撮ってたからさ、もう記憶がちょっとやばいんですけど、もうグミちゃんのバイオのバイオ歴に頼りたいと思います。長年のおそらく記憶は残っているはず。確かハンバーグニキのこの部屋ね、ハンバーグニキの手前にあるんよ、ろうそくの部屋が。ろうそくじいさんに会いに行って、これね、ハンバーグニキ頭にハンバーグ残ってるから。こいつ燃やしときたいな、なんか心配。絶対あれクリムゾンゾンになると思う。これね、ろうそくおじさん。オッケー、ここです。ありました、ありがとうございます。危ない、怖い怖い、ハゲチャビン。んで、これを完成ですね。ジル姉さんに月光を引いてもらいましょう。グミちゃんさ、こう見えてさ、アクティブそうに見えると思うんだけど、あの3歳からピアノをずっとやっとってさ、15まで。で、バイオハザードに関しては、多分3歳ぐらいから見てるんよ、親がやってんの。で、まあピアノやっとったからさ、月光ってあれベートーベンのソナタなんやけどさ、あの、これピアノで、有名な曲なんやでみたいな、お母さんが、お母さんちっちゃい時教えてくれとったからさ、ピアノな、もうむずなってきて教えられへんくなったけど、そう、それでこれバイオハザードのあれジルが弾きよねで言って、そうなんって。でもさ、その時まだ幼稚園とかやってさ、この月光とかって結構難しい方やねんな、なんか弾かれへんくって、全然楽譜見ても。なんかその当時の幼稚園の時のピヨピヨグミはなんとこの月光を耳コピで覚えまして、耳で覚えて弾くっていう天才的な能力を発揮したんですよ。すごくない？まあその時とかやったらさ、絶対音感あってんけど、もう今はないけどな。全然なんか、あの、何ピーポーピーポー聞いても音分かれへんし、全然知らんねんけど、分からんねんけど。部屋間違えたわ。え、でもさ、普段仕事とかしょってさ、まあ言ったらさ、エステって言ってもマッサージはするけど、楽しい話もするし、日常の何生活の話もするし、なんかお客さんの恋愛事情とかも話するしさ、普通にメグの性格が出てくるわけやんか。こういう喋り方なんよ、ほんま。なんとかこうだで、こうでこうで、あれこうなんですわみたいな感じやねんか。ほな、ちょっとさ、え、はやさん何やっとったんですか昔みたいな、はやさん、グミちゃん、グミちゃん昔何やっとったんですかとかっていう話の時に、いや意外と運動とか全然しなくてみたいな、え、じゃあ何やっとったみたいな、ピアノですみたいな、言うと笑われんねんな。ぽくないんやろうね。なんかピアノってこの、なんていうんやろ、このお嬢みたいな
お嬢ちゃんみたいなイメージあるやんか。これです、これです。しかもさ、それがさ、ピアノだけやったらええねんけど。あ、これはちょっと読んどきたいね。トレバーの手記。この洋館に来て11日、どうしてこんなことになったのだ。白衣の男が粗末の食事を運んできて私に言った。気の毒だが、機密保持のためだ。そうか、そういうことだったのか。この洋館の秘密を知っているのはスペンサー邸と私だけで、私が死ねば秘密は彼一人のものになる。だがしかし、一体何のために。いや、考えている暇がない。このままでは危険だ。それに家族の無事も気になる。私は脱出を試みることにした。ジェシカ、リサ、無事でいてくれ。この暗闇でチャンスを待つのにライターをなくしたのは痛かった。妻が誕生日に送ってくれたもので大切に使っていたのに。妻誕生日にライターあげたん？ 運命の日となった11月13日、その3日前に急病で倒れた祖母の見舞いに出かけたという妻ジェシカと娘リサの姿がふと頭に浮かぶ。この瞬間、私の中で記憶が鮮明によみがえる。君の家族も今頃は。気を失う直前、白衣の男たちや誰かが確かに言っていた。ますます不安をかきたてられた。彼女たちがこの屋敷に私を訪ねて再び戻っていないことを願う。なんとか私はあの部屋から出ることに成功した。だがこの洋館の外へ出ることは容易ではない。全てのからくりを解かなければ。なんとかの光を失った虎、黄金のエンブレム。という話ですよ。皆さん、リサ、ジェシカ・リサという名前を覚えておいてくださいね。覚えておいてもらうとより面白く見れると思いますんで。そう、本日何の話やったっけ？何の話か忘れたー。そう、まあ、ほんでピアノを雇って、ぽくないよーっていう話して、他何回撮ったんですか？言われて、ピアノ以外にさ、実は歌とかも習っとったんやんか。はーの方な。ボイトレとかそんなかっこいいもんちゃうで。なん言ったらもうなおさら、ええー、みたいな。マジで？全然ちゃうなみたいな。なんかダンスとかやってそうやのになみたいな。ですよねとか言いながら、私もそう思いますーって。え、何やったっけ？長身が頭？短身が胴体な気がする。合ってたんか。長身が頭、短身が胴体な、左の絵ね。緑色の胴体に短身が刺さっとるやろ。間違えた。こうですよ。オーケー。これで兜の鍵がもらえるんか。だってもうないもんね。あ、なんや。あ、来た来た来た。盾ですか？盾の鍵？盾どこや？盾まだやったんか。なんかさ、グミちゃんとこの、テレビ台？テレビ台がさ、まあまあ広いねんな、面積。で、そこに飾るものが欲しくって、友達とさ、日本橋まで行って、日本橋、日本橋まで行って、
ゲームとかのグッズとか多いやん、こうって。もうすごいデュフしてるオタクたちがいっぱいおってんけどさ。おじさんたちが。デュフってた人たちがいっぱいおってんけどさ。なんかドラクエも好きやったから、ドラクエのグッズ、ガチャガチャみたいないっぱいやってさ。こないだツイッターにもあげた画像あれやんか。チャング出陣ってやつ。あれそうなんやけど、はぐれメタルと、はぐれ、じゃメタルスライムと、で、ホイミスライムのあの銀色のやつは何かわからないけどな。もう取ったから今それ飾ってんねんけどさ、その前に何飾ろうか考えたのが、これ兜か、兜か。そう、何飾ろうか考えてんけど、それは、ハリーポッターの、なんていうの、も、なんていうの、も、な、球根みたいな、なん、あ、なんなんやろ。マンドラゴラみたいな、マンドラゴラの木の根っこみたいなやつ知らん？あれがあってんやんか、メルカリに。なんかそれ買おうかなとか思ってんけど、いや、これ道間違えてんな。ちょっとダサいかなと思って。ハリーポッター好きやからさ。ハリーポッターってさ、あれもやりたいわ。ホグワーツレガシー。あれって配信向きなんかな？録画向きなんかな？なんか結構選ぶんよね。バイオハザードとかに関しては結構どっちでもいけんねんけど。配信でも録画でもな。ドラクエとかってあれ完全に配信向きやん。結構長いからさ、フィールドを歩き回ったりするのが。そう、それも考えてんけど、なんか他ないかなと思って。あ、ここか。はい。回復1個も持ってへんけど大丈夫そう？なんかやばい気すんねんけど、ここ。ほら。嫌な予感がするわ。ショットガンの弾。ちょっと回復取りに行っていい？おそらくこれボスですね。これおそらくボスです。そう、ほんで考えたのが、バイオハザード好きやからさ、バイオハザードの置物考えたんよ。アマゾンとかで調べたら案外出てくんねんな。なんか T ウイルスと G ウイルスのさ、試験管っていうのかな、なんていうんやろ。ぐるん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 ってなってるやつあるやん。今ツイキャス見に来てくれてる人はさ、わかると思うんだけど、メンバーシップ入ってる人たちってな、名前の横にスタンプみたいなのがつくんよ、ぴょんって。どっちからが近い？こっち近いとか近いか。そのスタンプみたいなのが、なんかリカヤマがおったりとか、いろんな銃選べたりとか、レッドナインとかショットガンとかロケランとか選べたり、ハーブがついたり、その T ウイルスがついたりとかすんねんな。その T ウイルスのやつ、グルン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 ってなってる試験管みたいな、あれがな、 T と G とセットで売ってあったんよ。あれテレビに置いても可愛いなって思ってんな。で、もう一個はバイオ2の歴代のじゃないな、その順番で出てくるクローバーの鍵とかあるやん。クローバーの鍵、ハーブ多すぎやろこれ。これでいいや。これで勝てるでしょう。で、クローバーの鍵、ハートの鍵、ダイヤの鍵、あと何やっけ、スペードか、スペードの鍵って4つ並んで鍵のセットになったやつがあるよ。そう、めっちゃ可愛いと思って、それをこうピャって並べたかっての、箱に入ってんけど、ありやなと思ってビャーって見とったらさ、この間バイオ1の鍵ありやんか、盾、剣、兜、鎧、それも出てきて、もうめっちゃ可愛いと思って、ちょっと見てほしい、みんな Amazon で検索してみて、めっちゃ可愛いから。普通にインテリアとしてめっちゃいい。
ではいざ出陣。救急スプレーとか落ちそうやけどな。ジルかわいいな、ほんま美人。あ、ハンバーグニキ、さっきの借りだ。いた、ちょっと待って、早い早い早い。怖いよー。やばい、あ、ポイズン食らったー、早ー。痛い痛い痛い、ちょっと待って、黄色か、いや早っ、ちょっと待って、Thanks. 助かったわ。あ、いかん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 、あーあー、引かれてしまった。ハンバーグニキがあー、召し上がられてしまった、くそー。なや、デスマスク、あれ、ここハーブ1個も落ちてへんかったっけ。これは預かっておこう。アサルトショットガン、ありがとうございます。危ない、ん、死んだ。この図体にしては短いな、だいぶ短い。もう何もあらへんか、ここ。やばい、赤色や。あ、もう終わりやな。お疲れー。完全にハンバーグニキが吸い込まれてったわ。大丈夫かな。あ、いかん、ポイズンが。血清はあの部屋ですね。はいはい。この人、あ、消えてる。どこ行ったんや。さっきのこれクリムゾンゾン絶対なるやろ、あいつ、やつどっか行ったわ。お前かー。あ、普通の人になってるのか。おっ、高い、パイキャットがやがたか、危な、中国人出てもたわ。ちょっと待って、ほんで血清向こうの部屋やんね。完全にポイズンやね、ソリマチや。なんかさ、今までスイッチのゲームをあんまりしてこんかったんよ。その当時現役でってあれやけど、あのゲーム配信のツイキャスの方でやってた時はさ、あのマリオオデッセイってやつとカゲロウは配信で使ったことあんねんけど、それ以外マリオパーティーとか桃鉄とかやねんな、持ってんのって。それってさ、なんか家で年末年始実家でやるみたいな感じで買ったからさ、可愛いやろ。配信とかあんま使ってこんかったんよ。え、でもマリオブラザーズ出たよな、あれ欲しいんよね。 3D マリオもやりたいしな。そんで買ったからあんまやってなくって、久々にそう、ゼルダでな、こうがっつり使ってんねんけど、スイッチを。プロコンってやっぱいいんかな、なんか使いにくいなって思って、
あれ何これどうしようかな、これ捨てれたらいいねんけど、これで揃いますね。 OK。 あのスイッチ買った時にさ、スイッチ持ってる人分かると思うんだけどさ、あの持つやつだけじゃなくて、あの分離する初代の方を買ってんねんな。でそれ買った時に両サイドカポカポって取れるやんか、スイッチってのリモコンの部分な、それを装着してコントローラーにできるみたいなのがくっついてんねん初めからな。でそれは持ってんねんけど、なんかやっぱあれちょっとやりにくいよな。わからん、なんかあのスプラトゥーンとかする人あれ絶対プロこんないと無理とか言うやんか、まあ、スプラトゥーンに限らずかもしらんけど。欲しいんよな、やっぱりそのコントローラープレステのやつに慣れてるからさ、欲しくって買おうか悩んでんだけど、やっぱいい、使いやすい。あれって Bluetooth なのかな。あ、それとあの皆さん、あの告知させていただいたんですけど、12月の16日金曜日の24時か17日の0時ですねから金土にかけて、あの24時間配信をすることが決まりまして、グミちゃん配信復活記念というのと YouTube 解説記念という感じで、まあ2個踏まえて、まああの大々的に書いてるのはグミちゃん配信復活みたいなんで書いてんねんけど、もう4年ぐらい、4年ぐらいか、もうメグが4年目になるかな、4年ぐらい消息不明でツイキャス動かしてなかったんやけど、ほとんど年に1回やるかやらんかみたいなやってんけど、ちょっとがっつり復活してるし、まあ頻度はちょっと微妙やけど、っていうのもあって、ちょっとなんかしたいなーって思ってて、これどっちや、鼻が開いてんのか、あ、血出とる血出とる、目、あ、これか、あれ全部足りてなくね、おい足りてないやんけ、いける思ったわ。もうそうで、ドラクエも普通にやっていいなと思ってたんけど、ではなく、あれどうやって行くんや、あっちの通路ずっとあれやんな、ワンコロがおるから2階から行った方がいいな。東の2階に行こう。そう考えてんけど、24時間でまあちょうどいいぐらいストーリー進めれそうやなって思ったんが、あの龍が如くの極み1をやってみて、あ、なんかちょうど、え、何、誰や、ちょうどいいのかもしれないと思ってやっとく、こいつ、はい、これでショットガンはもういらなくなりましたね。で1階に降りてか、あれ
そう、龍が如くちょうどいいんじゃないかなと思って、まあ内容的にもストーリーがメインやし、見ててば、あれ面白いやんか、ちょいちょいネタぶっこんでくるし、それだーと思って、極み2を、ゼロもな、したかってんけど、そう、龍が如く好きなお客さん曰く、多分龍が如く好きな人は確かにと思うと思うんだけど、2をやってからゼロに行った方がいいと思うみたいな聞いて、いや、まあ確かになーって。なり、極み2を24時間でやることになりました。キャバクラ経営とかもしたいかな。それはまあちょいちょいやろうかなって。ちょっと待って、合ってるよね、これ。ここやな。セーブしとこか。セーブ長らくしてへんわ。もうなんかゼルダっていつでもセーブできるから、なんかその感覚になっちゃってた。ので、ちょっと24時間配信は、その配信1年記念っていうので一回やったことがあって、それ以来になるんで5年ぶりになるんですけど、よし、もしよかったら見に来てください。で、鎧の鍵がまだ全然使えてないってことやね。はいはいはい。ここドアノブもうアウトな気すんな、でも。もう壊れたんじゃない？さすがに。あ、いけたか。こっちが？あ、こっちはな。多分これやろ。イエーイ。ここです、ここです。で、ちっちゃい鍵開って、謎解きしてやんね。これが緑紫オレンジ、緑紫オレンジ、緑紫オレンジ、これがなんて、紫首飾り、緑紫オレンジね。緑紫オレンジ、真っ白。真っ白。お、緑。オッケー。来た。オッケー、完璧。はい。おーし。ちょろいもんですわ。ありましたー。ここちっちゃい鍵じゃなかったっけ？あ、キーピックか。
これであの棺桶から出てくるということですよ。ここですね。はい。オッケー。じゃあハンバーグニキパイセンの形見を受け取って使っていこうと思います。あー、5機がやっぱ走ってるわ。遅いやろ。カモン。いた。お前やめろ、こら。映画にせよ。いやいやザーコーが一回噛まれてしまった。やばい、攻撃力めっちゃ高い。何がある？鉄と石製のオブジェゲッツー。やばい、ご飯食べたい。ご飯、お腹痛いわ。これで一旦こちらから回復取りに行った方がいいかな。あれワンコロ出てくるやろ。ワンコロの先でもあった気すんねんな。ここやね。あ、でもあのオレンジの部屋ちょっと見に行く。なんか取り忘れてそうやし、誰もいなければいいけど。誰かおったらすぐ帰ろう。ちょっと回復がやばい。この奥、これあれかな、インクリボンボン。いや、ボンボンな気すんなこの部屋。いや、ボンボンやね。まあいいか、気になるから取っとこう。この辺に回復が落ちてたらいいんだけどな。でもガタガタ言っとくからこれいったら絶対くですよね。そんな気しましたよ。ちょっと待って、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 えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。やばい、なんかわけわからんことしてもうた。最悪。おとなしく向かいましょう。おー、入ってくるのね。なるほど。これ一回でも食らったら終わりな気すんな。まあ近くでセーブしてるしな。まあまあまあ、どうにかなるでしょう。はい。ハーブ落ちといてくれ。なんか3つぐらい落ちた気すんね。気のせいでなければ。あ、めっちゃあるやん。やったー。バッテリーパック、あ、違う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 、ちょっと待って、進まないで。これですよ。
もうないか。お、ブラッティちゃん、こいつは誰か応答してくれ。とにかく会えぞ。ブラッティ聞こえる？壊れてるのね。スワンコロか。いや、ワンコロ2匹おんね。誰や、話し返してんの。いや、2匹どころじゃないや。うわ、めっちゃ散弾銃やな。すごっ。え、死にましたん？え、死にましたん？大丈夫？ごめんね、なんか。死刑、死刑。これ、先あっちかな？どっちやろう？ちょっと向こう調べとくか。確かな、あの、先間違えて入った部屋ルートは、トレバーさんの方やと思うよ。トレバー兄貴、おそらくね。これは何や。はい、誰か落としてくれ。バリー、鎖のバケバドン、銃が効かない。やがたの外の森に近づくな、森に近づくな。では行きたいと思います。ウエスト、イースト、番犬が欲望を満たすとき門は開く。赤い目をした石像に何か記されている。復讐の雄たけび。青い目をした石像に何か記されている。破壊の断末魔。なるほど。外向かしたらいいんかな、両方。あ、間違えた。あ、違う。ここじゃない？オッケー。どうだ？あれ？オッケー。いや、ワンコロ泣いとんね。犬派ちゃうねんな。これウィンドクレストいったな。最悪、持ってくの忘れた。くそさあ、会いに行きたいと思います。館の外の森へ突入。
ハーブいっぱいある。特にこっちは何もないな。よし、じゃあ行きましょう。もしもしもんにゃん。なんかあるかな、アイテム。包帯、茶色いシミは血の跡だろうか、チョコレートの跡だろうか。中庭、ボンボンちゃん平取ったよね。セーブしとくかな。これ実家あるんじゃん。あるな。リロードしてるな。これいらんな。ある写真。誰かが書き残した手記。お父さん一つくっつけた。お母さん二つくっつけた。中身はやっぱり赤くぬるぬる、白くてカタカタ。本当のお母さん見つからない。お父さん、うん、わからない。またお母さん、今日見つけた。お母さんをくっつけたら、お母さん、うん、動かなくなった。母さんは悲鳴を上げていた。なぜ私は一緒にいたいだけ。お母さんどこ、会いたい。一途やね。ママっ子やね。